えってる時のあるあるみたいのってありますか？ここにね、喋らせるの好きなんですよ。これ多分やる女の子多いと思うんですけど、はい、男性のあそこの先っぽで、はい、お口みたいなんですよ。こうなってて、ここの部分、うん、口みたいにパクパクできるんですよ、はい、こんにちはってやるやってますね、よく始まる前だったり、まあでも事後、事後、あと一緒にお風呂入ってる時とか。なるほどね、やりがちですね。じゃあ、 あれはどうですか、まあ、LINE 交換するじゃないですか。その後って男性か、終わった後どういう LINE が来ると嬉しいですか？何でもいいですね。別に送ってこなくても、ああ私がまた会いたいと思えば私からもグイグイいけるんで、ああそのままで。じゃあ終わった後、はい、ピロートークはあった方がいい派ですかない派ですか？あった方がいいです。出して終わりじゃなんか寂しくありません、はい、まあ、余韻に浸るまではいかなくて、うん、喋ってほしいは喋ってほしい。それは腕枕しながらとか。あ、何でも何でもいいです。何かすごい食べながらとかでも。ああ。何でもいいです。それは見ながら、はい、関係ない話でも、ね、楽しくしていたい。笑いたいですね。じゃあ最後にラブホの、あのお風呂、お風呂は入浴剤入れる派か入れない派か。バチバチに泡立てます。そっか、そこから。ありがとうございました。